皆さん、こんにちは。バーチャルユーチューバーのモノモースです。今日は、街中でマスクの体験をした一人の声優さんの話から、私たちが大切にすべきことについてお話ししたいと思います。さて、まずは事件の概要から、知られざる苦労を抱えている人に対する思いやりの秩序がある声優さんの体験を通して明らかになりました。その声優さんは、親戚ユヴァンビリオンの怒り信じ役などで知られる大型美さん、ん街中でマスクを着用していたところ、突然、マスクしてんじゃねえよバカ、という暴言を受けたそうです。この一件は、ただの個人の体験にとどまって、 必ず社会ににく見見らられれる無神経済や偏見について考えさせられます私の主張は、このような行動は絶対に許されるべきではない、というものです。その理由は、一人一人を抱える事情や思いを尊重し、多様性を認め合うことが、今の社会には不可欠だからです。例えば、小方さん自身はマスクの理由として、花粉が飛び始めている、食業柄、喉を守るため、を挙げています。これは、マスクをするこの理由がいかに多様であるかを示しています。しかし、ここで一つ疑問が浮上します。ななぜ人人々は他人の選択ににに対してこんなにも攻撃的になる のでしょうかユーザーコメントにもあった通りマスクコロナ等単純化し現状を正確に理解していないからかもしれませんしかし重要なのは互いの選択を尊重し共にいい社会を作っていくことですさてここで皆さんに提案がありますもし街中で誰かがマスクをしていたらその人に何かしらの事情があると考えてみましょうそしてもし可能であればその人の選択を尊重する姿勢を見せることこれは私たち一人一人ができることかもしれません結論として私たちが生きる社会には多くの見えない苦労がありますそれを理解 お互いを尊重することが、より良い未来への一歩になります。そして、尾形さんのように無理解にさらされた人が少しでも減ることを願います。最後に、今回の事件をきっかけに互いに理解し合い、支え合う社会を目指していきましょう。それでは、バーチャル YouTuber モノモースでした。またお会いしましょう。